なたれに話をすんならお任せあれ。だけど全毛穴から飛び散る人間界への憧れが止まんない。両親がソフトにやつれるまで俺なりした甲斐ありまして、3年だけと人間界を許す。その間に人間界に必要な存在になれ。天狗パワーで目立っても正体バレたら里帰り、方法がわからず虚しい帰宅無生活。人間と何かを成し遂げればいいのかな。バンド組んで売れっ子になるってどうだろう。よし電話探し、クラスメイトに人間が二人しかいないってどういうこと。偶然俺みたいな化け物ばかり、確率論の膝が笑ってる。化け物同士だからわかるんだ、あいつは地底人、あいつはベゾ。かけるのやめろ、ドアストッパーにするな、パイ生地伸ばすな、ドラムを叩くな、隙間の掃除に使うな、ドライバーには並べよ、頼むから大事にしてくれ。大舞台に立つチャンスが舞い込んだ。珍しく真面目に練習して、絶対成功させるって誓い合っただけど、深くにも右手を手出してリックすら持てなくなった。何を立てても自分が許せない、手この手が動かなくたって、この花が痛み届く。もう正体がバレたっていい。花に消えない傷がついて、花誰ができなくなってもいい。どうしてもこの舞台の上にみんなといたいって思うから、よく見えもしない未来なんかより今が大事になったんだ。下手くそながそうが響く、どの世界よりも楽しげに。ほがらかなんだろう。